浦添市の手だこ、浦西駅を結ぶ沖縄都市モノレールのモノレール路線である。全線が軌道法による軌道として建設されている。愛称は、ゆいレールで、ゆいは、琉球方言のゆいまあるのゆいから取られたものである。2021年現在、沖縄県内で現存している、唯一の鉄道路線である。首里駅からて、 ダコウラ駅までの区間が2019年10月1日に開通した沖縄都市モノレール線ユイレールは沖縄本島の玄関口である那覇空港から赤峰経由で万戸を渡って朝日橋に抜け朝日橋からは雲路川沿いに那覇市の繁華街である雲路牧市地区を抜けて国際通りをまたぎ国道330号を北上して小島からは 環状2号線を上りて、ダコウラに至る、全長約 17.0km の小座敷のモノレール線である。この約 17.0km の区間を、ワンマン運転の2両編成の車両が約40分、かけて走る。沖縄県の交通手段は、自家用車、タクシーバスが中心であり、特に、那覇都市圏では、渋滞が悪化していた。そこで、国、 沖縄県、那覇市と沖縄都市モノレール株式会社が一体となって建設を行い、沖縄では戦後初の鉄道開通となった。当初の世論では前期の車社会という見方から実際に利用されるかどうかの懸念があったが、いざ開業してみると渋滞に巻き込まれないために時間が正確であることと交渉を走るという特性のために長望が良く、モノレール自体が 観光施設となったため、この懸念は杞憂に終わった。消防のために人気を集めるという点は、東京モノレール羽田空港線と同様である。切符の購入や自動改札機の通り方になれない利用客向けに、沖縄都市モノレールのホームページでは、利用ガイドとして乗車方法を小説している。開業翌年の2004年に、 沖縄都市モノレールの整備と総合的戦略的な都市整備計画が日本都市計画学会の最高賞である石川賞を受賞した受賞対象者は沖縄県那覇市及び沖縄県都市モノレール建設促進協議会である全線で列車運行管理システムを導入している小島駅から約57パーミルの上り坂が続く最急勾配は 基本駅首里駅間の60パーミルである。2019年5月24日、沖縄都市モノレールは、那覇市の本社で、記者会見し、利用者の利便性向上と券売機前の混雑解消を目的に、スイカなどの全国総合利用交通系 IC カードを2020年春に、運賃支払いに利用できるようにすると発表した。 2020年3月10日より利用可能となり、引き続き、大きかも利用可能である。全列車が各駅に停車する。一部区間のみを運行する列車はあるが、途中駅を通過する列車はない。6時頃から運行され、終電は、那覇空港駅発、手小浦西駅発ともに23時30分となっている。ダイヤは、平日、土休日の2種類。 平日は、早朝が6から12分間隔、朝ラッシュ時が4から6分間隔、夕ラッシュ時が7分間隔、日中と夜が10分間隔、夜21時以降が12分間隔、と休日は早朝と夜21時以降が12分間隔、それ以外は10分間隔となっている。ワンマン運転を実施している。折り返しは、両端の駅を呼び、首里駅で行われるが、 牧キ駅、アサ駅間に非常用の渡り線があり、両駅での折り返し運転も可能となっている。事故などの突発的事象により運行に支障が出た場合は全線で運行停止になるが、例えば2007年10月21日に、岐阜駅付近で行われた不発弾処理時に朝8時頃から処理完了まで、那覇空港駅牧キ駅間で実施されるなど、 あらかじめ運行計画が立てられる、経路上の運行障害に関しては折り返し設備を利用しての区間運転が実施される。なお、車両基地が那覇空港駅側に設置されていることから、車両数の調整が困難である、牧市駅以北のみでの運行は行われていない。2019年10月1日の延伸開業に伴うダイヤ改正により、平日、金曜日、 土曜日、休日の4種類あったダイヤのうち金曜日、土曜日ダイヤを廃止し、平日、土休日の2種類に統合された。また、平日の朝ラッシュ時には、首里駅で折り返す列車が設定された。路面電車も鉄道もあった頃の那覇市の地図、沖縄本島では、大正時代に軽便鉄道や路面電車、馬車鉄道といった数々の鉄道路線が開業したが、 昭和初期に入ると、沖縄電気の路面電車と糸満馬車軌道がバスとの競争に敗れて廃止され、残った沖縄県営鉄道と沖縄軌道も、太平洋戦争末期の1945年3月に運行を停止し、鉄道の施設は空襲や地上戦によって破壊され、アメリカ合衆国による統治下に置かれた戦後は、道路整備が優先され、残った線路も、 鉄不足のため回収され生活用品となり変わった。鉄道は復旧されることなくそのまま消滅した。しかし、1970年代に入って、経済活動が活発になってくると、那覇市を含む沖縄本島中南部地域に人口や産業が集中した。この結果、道路交通の渋滞が慢性化し、その対策として新たな軌道系公共交通機関を、 求める声が高まっていった。沖縄が本土復帰を果たした1972年、日本国政府は沖縄の振興開発を推進するために、新全国総合開発計画の一部を改正し、沖縄県に対する特別措置として、沖縄振興開発計画を同年10月31日に策定した。同計画では、沖縄本島の陸上交通に、 新しい交通システムの導入を検討していくとされた。これを受けて、国や沖縄開発庁、沖縄県、那覇市などが中心となって、導入機種やルートなど、具体的な検討を行い、最終的には、都市モノレールの整備の促進に関する法律に基づき、小座式モノレールを導入することで決着した。1975年、国。 沖縄県、那覇市で構成される都市モノレール調査協議会が設置され、ルート等の検討を行うなど建設に向けての準備が進められた。沖縄県と那覇市による都市軌道建設準備室が設置され、1980年に都市モノレール関連外路に関する基本協定書を締結実施調査については国庫補助事業として採択推進された。 ルートは、那覇空港から、首里城に近いなぎさ両地区までの区間を、第一期区間とし、右は両地区から、西原入口までの区間を、第二期区間、さらに、沖縄市方面への延伸も、検討課題とした。1982年9月に運営主体となる、第三セクター、沖縄都市モノレール株式会社を設立、同年に、コーラシュリテラ長官を兼に、 特許申請、翌年に再検討、那覇空港首リテ寺長官に延長された。沖縄県と那覇市は、都市モノレールの導入空間となる街路の整備事業を、先行して進めた。1984年11月に、宮脇俊蔵が沖縄を訪れた時点では、地元でも、いつ開通するかわからない。マイカー体制が定着した那覇で、 果たして採算が取れるかどうか危ぶまれているという声があった。川島慶三も開業前は観光庁が泣いて赤字になるに決まっていると散々言われていたと辞書で記している。1994年に沖縄県那覇市と既存交通機関のバス会社との間で基本協定や覚書が締結され、1995年の政府予算案に モノレール関連のインフラ予算が盛り込まれる。こうした着工に向けた動きの活発化により、同年12月に、空港、右輪両間の特許申請書を、沖縄都市モノレールが再提出。翌年1996年3月に、同社は、軌道事業の特許を取得したことから、同年11月に、軌道本体の工事が着手された。 この時点での開業予定時期は2003年12月としていたが、街路の先行整備で後期に余裕ができたこともあり、実際には4ヶ月ほど早い同年8月に開業した。開業前に指摘されていた、採算性の懸念は起有に終わり、観光輸送、通学輸送等で指示され順調に利用者が増加した。リーマンショックや、 新型インフルエンザの流行による利用者減少も一時的なものであり、2016年度には初めて単年度黒字を達成した。近年はモノレールの裏添延伸や観光客の急増に対応し、産業編成化を目指すとしている。太平洋戦争での沖縄戦の場所であったことから、建設前に不発弾の時期探査が行われ、 三箇所において、計七発の不発弾が発見され処理されたが、開業後も何度か運転を休止して、不発弾処理が行われている。開業前開業後開通時に終点となった、首里駅からは、石峰地区を経由した、沖縄自動車道インターチェンジまでの延長計画、及び沖縄道より、先の地域までの延伸計画が、すでに検討されていた。そのため、 建設当初より、首里駅から、先の車止めは石峰地区に向かってカーブした形で、行き止まりとなっていた。また、同駅のホームは、相対式となっており、開業当初は上り線を利用して、暫定的に片面のみ使用していたほか、延伸予定道路は、軌道不設対応の拡張工事が行われていた。内閣府は2005年に延伸についての調査を行ったが、 ユイレールの利用実績は順調であるものの赤字を出しており、この解消が課題とされた。数年にわたり延長計画の選定の協議会が行われ、2008年3月に、首里市、峰町、浦添市前田を経由して、西原入口交差点に接続される総延長 4.1km の浦添案が選定され、2020年度までの 開業を目指して計画が進められることとなった。2009年度より延伸に向けての調査が開始され、2、3年の調査の結果をもとに国に対して、モノレール建設事業の予算要求を行う予定となった。しかしこの時点で、建設費用での問題が一部未解決となっていた。建設費用は396億円と、概算されており、駅舎や軌道桁、 柱などのインフラ部の整備費用については原則として県道は県、市道は各市の道路管理者が負担することになっていた。しかし、那覇市側は第一駅の駅税内で那覇市民の利用はカバーできるとして第一駅と第二駅間の間にある那覇市道800メートルの整備費用は県や浦添市が負担するように求めた。その後の協議会において 市道800メートルに関しては、那覇市と県が整備を行うことにし、総事業費396億円のうち、県が57億円、那覇市が30億円、浦添市が46億円の費用を分担し、残りの263億円は、国庫補助を見込むという資産が出された。ただし、費用分担に関して、県や市は、財政上の問題からできる限り費用を、 抑えたいという意向があるため、分担割合の合意には、流動的な部分が残されている。延長計画選定延長計画に関しては、モノレール建設当初より計画されているものである。これは、裏添えルート案をはじめ、沖縄自動車道のインターチェンジまで延長し、現行の路線バス網の再整備や、駅に、交通広場や、パークライド用駐車場を設置することによって、 高速道路を利用してのバスタクシー、車とモノレールを連結する、統合高速交通構想である。延長計画案の一時選定この延長計画には、当初以下の6つのルートが提案された。A-1 案、当初ルート案 A-2 案、県道拡幅案 A-3 案、福祉センター案、A、A-4 案、裏添ルート案 B 案、西原直進案 C 案、 那覇インター案このうち、費用対効果の観点から、A、A-1 案、A-2 案、A-3 案、A-4 案、及び B 案の5案が一時選定された。延長計画案の二次選定さらに、沿線需要の効果的取り組みと那覇都市圏の交通円滑化に寄与する交通結節機能を満たす終点駅であること及び、 町づくりへの支援のためのモノレール延長のルートになり得ることから A-1 案から A-4 案までの4案に絞り込まれ、これに延長ルート案の実現性を考慮して A-1 案、A-3 案、A-4 案が一時評価を通過したが、これら各案には以下の必須課題が挙げられた。A-3 案には2つの重大課題が見込まれた。 ため、A-3 案と当初案を抱き合わせた、A、A-3 改良案が提案され、2007年8月29日時点での延長計画案の最終候補は、当初案、福祉センタールート案、福祉センタールート改良案、裏添ルート案の4つとなった。A-1 案、当初ルート案、A、A-3 案、福祉センター案、A、A-4 案、 裏添えルート案 A-3 案、福祉センター改良案、利便性、町の発展性、交通結節利便性、早期実現性、経営再産性、資金調達の5つの評価項目で、総合評価した結果、二次選定では A-3 案と A-4 案が選定された。延長計画案の3次選定沖縄都市モノレール、延長検討委員会は、 2007年11月5日の第6回延長検討委員会までに1案に絞り込むこととしていたが A-3 案と A-4 案が執行したものであることから県民の意見も参考に検討する必要性があるとし2007年12月18日から2008年1月31日までの期間パブリックインボルブメントを実施することとなったこの調査により 周辺住民を中心とする利用者の実態、意識を調査、評価した上で、最終2案の延長計画が、最終評価され1案に絞り込まれる見込みとなった。延長計画の最終選定2008年3月21日に、行われた第7回沖縄都市モノレール、延長検討委員会により、裏添案が選定された。 選定理由として、もう一案であった福祉センター改良案に、比べ多くの利用者数が見込まれることや、福祉センター改良案の2倍以上の支持を得たという、パブリックインボルブメントの結果、隣接市長である、儀能安市、西原町への発展性などが挙げられた。延伸計画確定と延伸区間の開業その後、2011年8月30日に、首里、 浦西間の起動事業の特許申請が行われ、2012年1月26日に認可された。開業は2019年春が予定された。2014年12月26日、延伸区間の駅名が、石峰駅、京塚駅、浦添前田駅、手高浦西駅に決定した。2018年5月25日、 延伸区間の開業時期を延期することが発表され、入札の不調や土地取得の遅れなどから工事が順調に進んだ場合でも早くて2019年夏頃になるとした。2019年4月25日には同年10月1日に開業する方向で調整していることが報じられ、同日に開業した。延長計画の終着域は、 モノレールと高速道路との結接点とされているが、この終着駅より、先の地域にまでモノレールを延伸する、延伸構想として、当初計画案に、宜野湾市普天間を経て、沖縄島で付設する計画案が構想されていたが、その後の公的検討は、未着手である。また蒸気延伸構想のほか、国道十八号や沖縄自動車道沿いに北上し、浦添市、 さらには、沖縄市などを周辺各都市をつなぐ、都市間モノレールに成長させる構想や、赤峰から糸満方向に延伸する構想もあるが、いずれも採算性などが課題である。そもそも、現行モノレールの構造は、那覇市内間の短距離移動を想定しており、駅間隔が短く追い越す設備もないなど、中、長距離都市間輸送向きの設備ではないため、 ユイレールの延伸計画として、都市間輸送が検討されるかは定かでない。モノレールはすべて高価であり日常交通としては、上降時の利便性に、やや難がある。これを理由に、那覇都市圏には、ライトレール、都市間には、本格的な鉄道の建設を求める動きもある。沖縄都市モノレールの開業に前後して、既存路線バスの抜本的見直しが予定されていた。 具体的には、おもろ町と首里の両駅を、郊外線のバスターミナルと位置づけ、市内線においても、並行路線の廃止を行うものであった。乗り継ぎに伴う、不利益を解消するため乗り継ぎ割引も予定され、実際ユイレールの一部券売機には、乗り継ぎ券の購入ボタンも準備されていた。しかし、乗り継ぎ割引の割引分の負担をめぐり、 バス4社と沖縄都市モノレールの間で折り合いがつかず、那覇交通の経営破綻もあって、この構想は崩壊した。また、おもろ町と首里を、郊外線との結節とする構想も、両駅付近にバス乗務員の待機所や、操車機能が設けられなかったことから限定的なものとなった。結果として、中部方面からの幹線路線を、 おもろ町駅で折り返す路線の新設や首里駅経由の路線の新設などが行われたが、新設路線は本数が少なく、前述の通り限定的なものとなった。また、これらの新設路線の利用状況は芳しくなく、ほとんどの路線で、さらなる減便が行われ、一部路線は廃止となっている。主な動きは、以下の通りである。なお、首里大抵、 ダコウラ島の延伸開業時にはそれに伴う、系統の再編は行われなかった。那覇と中部を結ぶ沖縄自動車道経由路線の、新設那覇橋内路線の路線廃止、新設小諸町駅前広場発着線の、新設個別の駅の施設については、上表から各駅の記事を参照。那覇空港駅の改札口と日本最西端駅、記念碑。ありがとうございます。